長上中金曜よりご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは。まだ暑い時間帯にたくさんお集まりいただきまして本当にありがとうございます。一言ご挨拶申し上げたいと思います。ここの開催に至るまでたくさんのご協力もいただき、本日ようやく開会することができました。これも一人に関係者の皆様のおかげと感謝しております。何も暑い最中の時間ですので、できるだけ水分をよくとって日陰に回っていただいて、ゆっくりと事故のないように皆さん最後までよろしくお願いいたします。本部席には救護班もありますので、体調が悪いとかそういうことがありましたら、ぜひ本部席の方までお越しください。それでは簡単ではございますが、私の大会の挨拶とさせていただきます。本日はどうもありがとうございます。続きまして竹中伊佐と仙南市長よりご挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは、市長の竹中でございます。本日はこの暑い中、この夏祭りにご参加いただきまして誠にありがとうございます。この夏祭りは皆さん方の市民の皆さんからの発案でスタートしたものでございまして、今日まで実行委員会を立ち上げ、関係団体の皆さん方のおかげで今日を迎えることができたわけでございます。で、仙南市内にはいろんな地区でいろんな踊りを、盆踊りを踊られているということでございますので、それを一堂に集めて、そのそれぞれのですね、踊りをここで披露しようかというのが、スタートの、アイデアでございました。今日はそれがようやくその目的を達成できるということで第1回目を開かせていただきます。これからですね、これを通じて、仙南市内の歴史のある伝統のあるその盆踊りをさらにこう長く引き継いでいけるように、その、夏祭りをですね、盛んに盛り上げていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。本日は、上中委員長をはじめ皆さん方の関係団体の皆さん方のおかげをもちまして、このように盛大にすることができました。本当に心から感謝を申し上げます。簡単でございますけども、私の挨拶をさせていただきます。本日はどうもおめでとうございます。続きまして仙台市市議会議員田畑仁議長よりご挨拶を申し上げます。はい、皆さんこんにちは。はい、仙台市議会議長の田畑仁でございます。非常にいい天気になりまして本当に良かったと思ってます。先ほど竹中市長おっしゃった通り、各種団体の皆さん、そしてボランティアスタッフの皆さん、本当にお疲れ様でございます。小さいお子さんもね、たくさんいらっしゃいますんで、盛大祭りにしてもらいたいと思います。どうか一日楽しんでいってください。ありがとうございます。はい、また本日は大変お忙しい中、衆議院議員谷川富様お越しくださいました。お言葉をいただきたいと思います。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました衆議院議員の谷川富です。本日は第1回目の仙南夏祭り、このように盛大に開催されましたことを心から、お喜びを申し上げたいと思います。また上中実行委員長をはじめ、開催にあたりましてご尽力いただきましたすべての皆さんに、心から敬意と感謝を申し上げます。本当に今日は暑いです。皆さん熱中症には気をつけていただいて、各種の踊りをですね、皆さん一生懸命踊っていただいて、楽しいひとときを過ごしください。谷川智でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。本日は夏休みということで、お子様たちにもぜひ楽しんでもらいたいという思いから5時から開始ということになりましたが、まだまだ太陽がギラギラと照りつけております。皆さんどうか水分補給をしっかりされて、そして体調管理にはくれぐれもご注意ください。そしてまた小さなお子様につきましては、危ないところへ行ったり
怪我をしたりしないように保護者の皆様十分お気をつけください。それではこれより仙南夏祭り実行委員会参画団体のご紹介をさせていただきます。仙南市 ABC 委員会、小野里郷土芸能保存会、仙南市観光協会、仙南市区長連絡協議会、仙南市厚生保護助成会、仙南市社会福祉協議会、仙南市商工会、新立山野保存会、仙南市自立支援協議会、仙南市スポーツ少年団、仙南市仙南青年会議所、仙南市青少年指導委員協議会、仙南市体育協会、たるい総連鎖保存会、鳴滝盆踊り保存会、仙南市婦人団体協議会、仙南市推し家具福祉会、仙南中央ライオンズクラブ、仙南市防犯委員会、仙南市民生委員児童委員協議会、以上の団体です。